あ、皆さんこんにちは。声は大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。では早速、ワードプレスコアやグーテンベルグでは今何が開発されているかということで、ワードプレスの主に技術開発面、そこにフォーカスを当てたお話をちょっとしたいなと思います。で、簡単に自己紹介をさせていただきたいんですけれども、浜野と言います。フリーランスとして、普段はワードプレスのサイトの制作開発を行ってまして、ワードプレスコミュニティへの貢献としては、主にコードでの貢献がメインとなっています。グーテンベルグチームと、グーテンベルグコアチームのメンバーとして、グーテンベルグのプロジェクトに、コードで貢献しています。それから貢献活動に関しましては、株式会社ルース様からスポンサー支援もいただいています。ではまずですね、よくグーテンベルグという言葉を使うと思うんですけれども、ワードプレスとグーテンベルグの関係性をちょっと改めて確認してみたいなと思います。よくグーテンベルグイコールブロックエディターという文脈で使うことが多いと思うんですけれども、厳密にはグーテンベルグというのは4つのフェーズを持ったプロジェクトということになります。まず1つ目がフェーズ1ですね、イージャーエディティング、ブロックエディターで編集がより簡単に、フェーズ2がカスタマイゼーション、完全なサイト編集カスタマイズオプション、先ほど言った失礼しました、ブロックエディターに関してはフェーズ1に当たるかと思います。それから、ちょっと前に登場したサイトエディターに関してはフェーズ2に当たると思います。で、その後にさらに2つフェーズがありまして、フェーズ3コラボレーション、最後にフェーズ4マルチリンガルということになります。そして現時点で今どのフェーズに、グーテンベルクプロジェクトがどのフェーズにいるかというと、ちょうどフェーズ3が始まったあたりかなと思います。複数著者によるコラボレーションですね。フェーズ4に関してはまだ具体的なプロポーザルは出てないと思うんですけれども、今の状況としてはこういう形で、もちろんフェーズ1フェーズ2も引き続き機能開発、修正などが行われていくと思います。じゃあ続いてリリースとメジャーアップデートについて、ワードプレスはですね、大体4ヶ月に1回ですね、リリースされるというものが決まっています。だから年に3回ぐらいですかね、リリースされるんですけれども、グーテンベルグはまた別のプロジェクトとして管理されていて、そちらの方はなんともっと早くですね、2週間に1回メジャーアップデートされます。ということで、ワードプレスとグーテンベルグのメジャーアップデートのサイクルが違うんですけれども、どういう関係性かというと、ワードプレス例えば直近ですと 6.2 がリリースされたんですけれども、その一つ前ですね、 6.2 がリリースされた時にはグーテンベルグの 15.1、 6.2 が出るタイミングで最新のグーテンベルグバージョンがバンドルされるという流れになります。厳密には 6.2 の正式版が出るまでにある程度 RC 版、ベータ版とフェーズを経るんですけれども、その最初のベータ1が出るタイミングで最新のグーテンベルグバージョンがバンドルされるという形になります。ポイントは見えますかね。ワードプレスの 6.2 の次は 6.3 なんですけれども、失礼しました、この 15.1 ですね、 6.2 の時 15.1 が出まして、このちっちゃい点が全部グーテンベルグ上 のメジャーリリースです。そして 6.3 の段階では、グーテンベルグ 16.1、 そして来月できるリリースされる 6.4 の時にはグーテンベルグの 17.2 がバンドルされるということになっています。ということで、グーテンベルグはプラグインとしてもリリースしてインストールして使うこともできるんですけれども、そのワードプレスのメジャーリリースのたびにコアにバンドルされるということで、コアの一部でもありつつ、プラグインでもあるという立ち位置になるのかなと思います。これがワードプレスとグーテンベルグの関係性になります。では今開発されているものの前にですね、直近2年ぐらいで最近開発されてきたことというのを見ていきたいと思います。まず一番大きなところとしてはサイトエディターの大幅な進化かなと思います。というのも2年前というと2021年の9月にワードプレス 5.8 がリリースされたんですけれども、その時にサイトエディターフルサイト編集の第一歩としてテーマ関係のブロック、例えば投稿タイトルだったりクエリループブロック、そういったものが導入されました。そしてその翌年の2000
22年ですねの2月ですかね、ワードプレス 5.9 がリリースされて、その時に初めてフルサイト編集のベータ版が登場しました。そして先ほど申し上げた通り、このサイトエディターはフェーズ2のカスタマイゼーションに入るかと思うんですけれども、なので直近2年ぐらいはですね、このフェーズ2のカスタマイゼーション、そしてサイトエディターが中心になって開発されてきたんじゃないかなと思います。ということで、それと同時にですね、新しいデフォルトテーマの登場、2022、2023というデフォルトテーマが直近2年で登場しています。それからちょっと細かい機能を見ていきたいんですけれども、スタイルバリエーション、テーマの外観だったり機能を変えるときに、そのテーマ自体にブロックエディターであればバリエーションというものを JSON で定義することができまして、それはサイトエディター内の UI で簡単に変更することができるという機能、こちらも搭載されています。それからグローバルスタイル、これはサイトエディター、サイト全体もしくはサイト内の要素、ブロック、そういったものをですね、グローバルスタイルというユーザーインターフェースを使って簡単に変更することができるという機能です。ではサイトエディターの2ページ目、スタイルブック、これはですね、今サイトエディターでブロック単位でスタイリングできるとお伝えしたいんですけれども、そのスタイリングされたブロックを一つの画面で見ることができて、できるという機能ですね。で、2点目がパターン編集 UI、 これはですね、ブロックパターンのところなんですけれども、ワードプレス 6.3 最新のものですね、その時点でサイトエディター上でパターンを作ることができるようになっています。その UI がですね、この右下の画面にあります通り、ここのプラスボタンからパターンを追加できたりですね、ここにカテゴリーが出たりリネームできたりするという UI が登場しています。次のワードプレス 6.4 ではこのカテゴリー自体も追加編集できるはずですね。そして3点目、カスタム CSS、 これは今まででいわゆる追加 CSS のことだと思うんですけれども、さらにサイト全体に対してだけではなくて、ブロック単位で CSS を追加することもできるようになっています。では続いてですね、ブロックエディターとブロックについて見ていきたいと思うんですけれども、まず先ほどお伝えした通り、ワードプレス 5.8 でサイトエディターに向けてテーマ向けのサイト全体を作るためのブロックということで、テーマカテゴリーが追加されて、投稿タイトル、ナビゲーション、ページ送り、クエリループ、サイトタグラインですかね、そういったたくさんのブロックが追加されてきました。直近だと脚注ブロックだったり、詳細ブロック、ディテールズブロックみたいなものも追加されたと思います。それから2点目、ブロックウィジェットエディター、今までのクラシックテーマのウィジェットエリアというと、こう何かの機能をドラッグアンドロップして決まったエリアに入れたと思うんですけれども、このウィジェットエリア全体をブロックベースで構築することができるようにもなっています。そして3点目、集中執筆モード、これはですね、ブロックエディターでコンテンツを入れようと思うと、通常は左側にブロック一覧のリストビューだったり、右側にブロックの設定のサイドバーが出ると思うんですけれども、あとはトップツールバーですね、そういったものが消えてコンテンツを書くことに集中できるというモード、これも搭載されています。ではブロックエディターとブロックの2ページ目、インサーターでのオープンバーストの統合、インサーターというのはブロックを挿入する機能のことなんですけれども、オープンバーストというのは、そうですね、パブリックドメインだったりクリエイティブコモンズ、そういったライセンスがされた画像リソースですね、それを検索するサイトということになります。それがワードプレスのインサーターと統合されてまして、ここにメディアというタブがあるんですけれども、ここでオープンバースから、そのオープンバースのリソースを検索して画像ブロックとして挿入できるという機能も、これも最近入っています。そしてコマンドパレット、これはこちらの画像なんですけれども、投稿エディター上で特定のキーボードショートカットを押すと、こういうちっちゃいウィンドウが開きまして、そこでテキストを入力すると、それにヒットした合致したアクションがリスト表示されます。例えばオープンコードエディターですね、こういう形で特定のアクションを簡単に実行する、ショートカット機能みたいなものと想像していただければいいんじゃないかなと思います。これもどんどん、これは 6.2
で登場したと思うんですけども、そこからたくさんのコマンドがどんどん追加されています。そして同期パターンと非同期パターン、ちょっとここ分かりづらいと思うんですけれども、まず非同期パターン、同期パターンというのは今まででいう裁量ブロックのことですね。ブロックの塊を裁量ブロックとしてしておいて、それをいろんなところに挿入するとその変更が全部同期する。なので同期パターンと言われて 6.32 ですかね、2か3どちらかで同期パターンという名前に変わりました。シンクロパターンという名前ですね。それに対して非同期パターン、最初ブロックの組み合わせを定義しておくだけで、エディター上に挿入した後は編集しても他のところには元の定義には影響がないという、同期していないパターンですね。こういうパターンも投稿エディター、サイトエディター両方から追加できるようになっています。では4点目、ブロックのロックなんですけれども、これですね、普通ブロックをブロックエディター上に挿入すると、削除もできますし並び替えることもできると思います。そういうものをですね、この鍵マークのアイコンからですね、 UI を使って、防止することができます。頑張って作ったレイアウトを崩されたくない場合、そういったときに便利な機能なんじゃないかなと思います。でここまではですね、主にグーテンベルグの側の、グーテンベルグ側で開発されてきたことをお伝えしたんですけれども、このページは主にコアに関するものになります。コアに関しても、たくさんの機能追加だったり修正、クラス、フック、関数の追加たくさん行われてきたと思うんですけれども、個人的に一番大事なポイントだと思うのはパフォーマンスの改善だと思っています。というのも、ちょうど2年前9月ですかね、パフォーマンスチームが発足しました。でキックオフミーティングも行われたはずです。でそこからですね、ものすごい数の改善が行われてきまして、直近のワードプレス、来月リリースされるワードプレス 6.4 では100を超えるパフォーマンス関連のアップデートが行われるということになっています。あともう一つものすごく大事なことは、もちろんアクセシビリティということで、これも次のワードプレス 6.4 では70件のアクセシビリティ改善が予定されています。じゃあ次にですね、これはワードプレスとグーテンベルグの開発自体には直接関係ないんですけれども、プレイグラウンドというツールをちょっとご紹介したいと思います。これは一言で言うと、ブラウザだけで動くワードプレスと思っていただければいいかなと思うんですけれども、普通ワードプレスサイトを作ろうと思ったら、サーバーを用意してそこに乗っかった OS の上に PHP を動かしてデータベースをインストールしてウェブサーバーを立ち上げてでワードプレスをインストールしてという手順が必要だと思うんですけれども、それをこのブラウザだけで完結できるという、ものすごい、ツールかと思います。技術的には、データベースは MySQL じゃなくて SQLite で PHP と SQLite を、ウェブアセンブリというバイナリ言語にコンパイルしてワードプレスを実行可能とする技術なんですけれども、こういう形で、特に開発者向けにも簡単にワードプレス環境を立ち上げてテストできるというツールも追加されています。そして関連する3つの技術として、先ほどプレイグラウンドはブラウザで動くとお伝えしましたけれども、決してブラウザに限ることはありません。そのプレイグラウンドがベースになった3つのツールを紹介させていただきますと、まず左側VS コードエクステンション、 VS コードの拡張機能としてインストールすると、VS コード内でこのスタートワードプレスサーバーというボタンで簡単にローカルのワードプレス環境を立ち上げることができます。そして右上は WPNow、 これは NPM ライブラリでコマンドラインツールなんですけれども、ここですかね、ライブラリをインポートした後に、テーマもしくはプラグインを設置したディレクトリで wp-now start というコマンドを実行しますと、現在のディレクトリがテーマかプラグインかということを自動判別してくれて、それが有効化された状態でローカル環境を立ち上げてくれるというライブラリです。そして3点目もこれもものすごく面白いんですけれども、インタラクティブコードブロック、ブロックなんですけれども、コードエディター上に挿入してそれをフロントエンドで確認しますと。そしてこの自分で書いたコードをですね、ランというボタンを押すことで実行結果を出すことができるというブロックになります。特に PHP のサンプルコードなんかをコンテンツに埋め込むときにも便利なブロックなんじゃないかなと思います。
では、いよいよ今開発されていることもしくはこれから開発されるかもしれないことをちょっとご紹介していきたいなと思います。まず新しいデフォルトテーマということで、その年の最後のワードプレスのメジャーリリースで新しいデフォルトテーマがバンドルされるということが決まっているんですけれども、来月リリースされるワードプレス 6.4 が今年最後のメジャーリリースですということで、それに合わせて新しいデフォルトテーマ2024が開発されてきました。またこれもデフォルトテーマとしては3つ目のブロックテーマになるんですけれども、2022、2023とはまたちょっと違ったデザインになっているんじゃないかなと思います。では次にですね、インタラクティビティ API、 ちょっとコードが出てきて申し訳ないんですけれども、これはより開発者向けの内容かもしれません。ブロックのエコシステムを拡張し、フロントエンドでインタラクションを提供する。インタラクションとは何かというと、日本語で言うと双方向性とか対話性ということになると思います。じゃあフロントエンドでインタラクションを提供するってどういうことかというと、例えばボタンを押した時に何か要素を表示したり非表示したりするような時ですね、アクションをつけたい時、今までですと JavaScript を全部書かないといけないと思います。もしくは jQuery だったりですね、そういったフロントエンドのインタラクションを実現するために、こう共通の API が用意されたということになります。ちょっとだけコードを見ていきたいんですけれども、見えますでしょうか。これはですね、フロントエンドでレンダリングされる一つのブロックの HTML マークアップを表したものなんですけれども、ちょっとこの行は一旦無視していただいて、まず div 要素があります。そして何やらデータ -wp みたいな属性がついています。そしてその中にボタン要素、パラグラフ要素がありますと。でなんとなく見ていくと、ボタン要素に isOpen とありますと。そしてパラグラフ要素に isOpen、そしてここに hidden とあります。なのでなんとなくボタンをクリックしたらこの段落が、隠れたり表示されたりという、インタラクション、そういったものを実現したいように見えると思います。そしてまさにこの data-wp というプレフィックス、これがですね、ディレクティブというものになりまして、日本語で言うと指令という意味になると、指令命令となると思うんですけれども、こういった DOM 要素に特定の動作を追加するディレクティブ、こういったものを定義することで、インタラクションを実現することができるようになります。またこれとは別にですね、ストアというものも書かなきゃいけないんですけれども、こういった形で共通の API が共有されたことは嬉しいんじゃないかなと思います。ワードプレス 6.4 ではクエリーループブロックのクライアントサイドページネーションだったり、画像ブロックのライトボックス、そういったもので使えるようになっています。ではブロックフック、これもちょっとやらこしいんですけれども、ブロックを自動的に特定の場所に挿入することができるフックということになるかと思います。ではフォントライブラリ、こちらはですね、ワードプレス 6.4 で導入される予定だったんですけれども、今回の 6.4 にはリリースバンドルされずに、もしかしたら将来のバージョン 6.5 で使えるようになるかもしれません。さまざまなソースからフォントをインストール削除有効化できるツールですね。ではリアルタイムコラボレーション、これは複数人で同じ投稿もしくはコンテンツを編集できる機能、この最初の別タブでの同じユーザーでの編集、そういった実験的な機能はもう Gutenberg プラグイン上で使えるようになっています。で新しい管理者体験、これは管理者ダッシュボードのリニューアルに近いかと思うんですけれども、これも Gutenberg プラグイン上ではすでに実験的機能ということで、全てのページをサイトデータ内、つまりリアクトとしてもうレンダリングする実験が始まっています。で HTML API、 これもですね、ちょっと簡単に説明させていただきたいんですけれども、HTML 文字列をより簡単に処理できる API が提供されるということになります。既存の HTML タグを読み取ったり変更するためのタグプロセッサー、そしてこれはまだ十分には実装されてなかったと思うんですけれども、タグを改変する変更する API、 これが HTML API ですね。これもコアブロックでどんどん実装が進んでいます。そして最後にですね、パフォーマンストランスレーションプラグイン、これはコア向けの機能として紹介させていただきたいと思います。どうやらワードプレスのデフォルト言語の英語からですね、別の言語に変えますと、
どうやらページの読み込み時間が遅くなるそうだと。そしてこのプラグインを入れるとほぼデフォルト言語の英語とほぼ変わらないところまでパフォーマンスを改善できるというプラグインです。これはまあフューチャーズプラグインとして、まずこういった機能をプラグインとして開発しましょうという考え方があるので、プラグインとして存在してインストールはできるんですけれども、もしかしたら今後将来的にコアにデフォルトで入ってくるかもしれないという機能になります。ということで、ちょっと駆け足で説明させていただきましたが、セッションはここまでさせていただきます。ありがとうございました。じゃあパネルディスカッション始めます。よろしくお願いします。さっきの、タイトル、ワードプレスコアや、グーテンベルグでは今何が開発されてかっていう内容について、まあ、浜野さんの、スライドも踏まえつつ、その周りのことも、この3人に伺っていきたいと思います。でパネリスト3名は、向こうから浜野哲明さんです。それから、トロユニットこと浦部博さんです。それで一番僕が近いのがマイク・シュローダーさんです。皆さん一言ずつちょっと紹介お願いします。ちょっとセッションの最初でもさせていただいたんですが、浜野と言います。フリーランスの、ワードプレス開発者として、普段活動しているんですけれども、貢献活動として、グーテンベルグプロジェクトに主に関わっています。はい、トロユニットと申します。普段は札幌のハムワークスという会社でフロントエンドのエンジニアと、あとはワードプレスの、実装とかいろいろやってます。でワードプレスのコントリビュートとしてはやっぱ最近はグーテンベルグを中心にやってたり、たまにコアもやったりみたいな、そんな感じでやっております。はい、シューローダーマイケルです。香川に住んでます。GoDaddy, I'm going to switch to English now. ごめんなさい。I am sponsored by GoDaddy to contribute to WordPress, and that's basically my day-to-day job. よろしくお願いします。はい、マイクは今日本に、ここ数年住んでて、香川の小木島という島に住んでるんですけど、失礼です。日本語はまだないので、ちょっと僕は随時通訳しますけど、今マイクは、GoDaddy という会社に、GoDaddy さん今日もスポンサーしてらっしゃるんですけども、GoDaddy に、彼自身がスポンサーされて、今フルタイムでワードプレスのコアの開発に関わっています。はい、ありがとうございます。で、ちょっとディスカッションに入る前に一つ、ちょっと面白いなと思うね、すごく日本のコミュニティもようやくここに来たなって思うところがあるので、スタッツを一つだけお知らせします。ちょっとこれをやるにあたり、結構何人日本在住の方で、コアとか、グーテンベルグ含むコアですねにコントリビュートしているのかっていうのを調べて、 6.0 から 6.3 が4バージョンで、合計21名の方がいました。で、これは多いと思うのか少ないと思うのか、皆さん人それぞれだと思うんですけど、結構10年僕も、あ、そっか、僕自分自身の自己紹介しなかったですね。ミキと言います、ミキトールと言います、よく下の名前のトールで呼ばれています。もう18年ぐらいワードプレス触ってて、何しかしらコミュニティと関わっています。で普段は結構大きな規模、エンプラレベルとか大きな規模の開発のワードプレスの開発とか運用保守をやっています。はい、でそうで、なんで思い出したかというと、十年このコミュニティとかに、日本のコミュニティに関わっている方がもしここにいたら分かると思うんですけど、21人もいるというのがものすごく大きな数字で、これほど前に日本在住の方がこのコードでコントリビュートしているというのは今までなかったぐらいの状態です。でそのうちの8人というのが1バージョンだけじゃなくて、この4つのうちの、1つ以上ですね、2つ3つ4つのバージョンに継続して、コミットしてくれているという人たちです。で4人という下の数字がですね、
これ誰でもコードを、コアのコードにマージすることはできません。プリリクエストだったりとかパッチを送ってでそれをちゃんと見れるこれまでの経験とかいろいろ踏まえて、マージしてくれる人がいます。でその方々が今日本に4人います。これも結構もうすごいことでこれまでそういう人たちがいなかったので、その4人のうちの3人がこの3人です。はい。なんでこういうなんていうかここまで人が増えたのでようやくこういうパネルディスカッションもできるようになったという次第です。で、まず、3人に、ディスカッションしていきたいのが、きっかけのストーリーですね。どういう何がきっかけでそもそもコントリビューションを始めたのかっていうのをまず浜野さんから聞いていきたいんですけど。きっかけですか。きっかけとかそれにまつわるストーリーを。そうです。最初にグーテンベルクに出したプルリクということですと1行だけの CSS の修正だったんですけども、それを出したきっかけは、ブロックエディター対応のテーマを作らなきゃいけないと思ってこう開発者ツールで CSS を見ていたときに偶然間違いを見つけたというところでプルリクエストを送ってみた。あとはその後グーテンベルクをちょっと動かしてみようと思って、Windows 環境でビルドしようと思ったら動かなかった。そもそも Windows にでは動かない状態だったのでちょっと直したいなと思ってちょっとずつやっていったというのが多分きっかけです。そうですね。結構僕もそうですけど間違いを見つけてやってみたっていうのが人が多いですね。浦部さんは。僕多分最初にやったのがコアのワードプレスコアのパッチで確か 4.7 とかそのあたりだったと思うんですけど、またちょっと今の前の会社でちょっと大きめなサイトをやってまして、でなんかとある関数を呼ぶと全然関係ないのにそのオブジェクトだったものが連想配列に変わるとかいうちょっとわけのわからん話に遭遇して、でそれ使わないとどうにもならなくて、で当然締め切りも決まってるわけでこれなんとかせなあかんやんって言ってコアにこれ直してくれパッチは書いたぞバグってるやんつって多分やったのが多分一番最初だったかな。そんな感じですかね。なるほど。マイクは How are you, Mike? How you got started? Yeah. So I started using WordPress back in university, I guess now many years ago. And when I started my first tech job, I was in tech support for 2 years.彼は、すごくずいぶん昔に今大学でちょっと触り始めて、でその後大学出て、技術関連というか、テクノロジー IT 関連の仕事について、それで最初やったのがサポートでした。 Yeah, I spent a lot of time fixing very complicated difficulties that people were having with WordPress, and eventually the company offered to spend some time toContribute as well. で、そのサポートしている中でいろいろと、お客様からのこんな問題が起きたあんな問題が起きたっていうことをやって、それをしている間に、会社側の方がじゃあちょっとスポンサーというかその時間を割いていいのでコントリビュートをちょっとしてくれないかというふうなっていうのがきっかけっていうことでしたね。そうですね。なのでちょっと似てますね。みんなどこかねやっぱり問題があって何かしてやってみたいとか。 Yeah. Do you want me to tell about how my first contribution broke everything? That's interesting. Yeah, please do. Yeah. So my very first contribution was to fix a problem with dates and times in PHP. 彼のちなみに初めてのコントリビューションは PHP の日付と時間の関数あのあたりに変わるものの It took a very long time.And then about a day after it got committed, I found out that it broke everything. で、すごく長い時間をかけてパッチを書いて、でようやくマージされたんだけども、マージされた次の日ぐらいに、いろんなことを、いろんな部分が壊れちゃったっていうのを分かったっていう。So yes, my first patch was reverted. I like to tell the story though, because I think that it's important to know that. Everyone can
have that this can happen to everyone and it's important to keep trying. で、その彼の、初めてやったコミ、マージコミットは結局リバートされましたと。元に戻されたということで、まあ、まあ誰でも彼もこう今こうやってやってますけど、やっぱ誰でもそうやって誤ったコミットがあって、で、まあなんかマージされてリバートされてっていう失敗もみんなあるよねっていう話で、まあそれが1回目に来たけど、This was your first commit, but you kept doing it. で、なので初めてこう。あのプロップスって言ってあのこうコードとか入れたりとかあの例えばバックホックしてる方とかにこういうメンションがつくんですけど初めてのそれが結局リバートになったっていう話ですね。で、次に、まあ、普段どう開発に関わっているかっていうのを、ちょっと話していきたいと思います。で、3人ちょっとなんていうか関わり方じゃないな、まあ、ちょっとフルタイムで、ワードプレス開発がかかっているそうじゃないいろいろ立場があるのでちょっと分けて聞いていきたいと思います。特にその向こうの2人は、普段の仕事と両立をどういうふうにしてるのかなっていうのがあの気になるところなんですけど、どうでしょう。そうですね、まあ、あの自分はフリーランスとして、まあ貢献活動と別に普段の仕事はあるので、まあ、そちらの納期があれば、まあ、そちらを優先しつつ、うん、そうですね、まあ、貢献活動に関してはやはり仕事が一段落した夕方以降、まあ、2,3 時間やったりすることが多いです。うん、はい、どうぞ。まあ、僕も似たようなもので、まあ、制作会社なので普通に締め切りはあるので、まあ、まあ僕はそうですね、週一応3時間ぐらいやるってことにはなってるんですけど、結構まちまちでその案件が終わってあちょっと1週間ぐらい空いたなと思ったらずっとやったりとか、まあそうですね、あとは僕あの 長野の松本ってところに住んでて、あの新州ワードプレスミートアップっていうのをオーガナイザーもやってまして、それ一応月一でやってるもんですからちょっとネタがないんですよ、そんなに喋るネタが。だからやばい、今月喋る人いないから俺喋らなきゃ、何喋ろう、ああグーテンベルグの最新の話でもするかって言っていろいろ調べて、まあ、それでやってるみたいな感じですね僕は。そうですね、まあ、あの浜野さんはフリーランスなので自分で時間のやりくりができる、まあ、ただしその分自分の収入は自分で稼がなきゃいけないんでっていうことになりますよね。で浦部さんはまあ、まあ収入保証されているといいかだけど、まあ、一応会社から来ている、ただ自分ではどうにもならない時間の配分というのが出てくるという感じですね。それは、会社からの理解というのが多分必要になると思うんですけど、まあ、そこはどうやって取りましたか。まあ、ちょっと、ハマークさんがちょっとそういうのにかなり、まあ、僕の場合はもともとそういうのにちょっと関わっていたので、いや、まあ、僕取るんだったらそういう時間はくれるよねみたいな。そうかそうか、フリーランスでだから要は浜野さんと同じパターンでやってたっていうね、前ね、まあ、結局それやらないとどうしようもないので、まあ、あとこういうイベントとかにあのスポンサーとかを出したりする会社だったので、そこら辺の理解は割ともともとあったのかな。うん、まあ、ただまあ、じゃあ自分のコントリビュートの時間全部を会社がその何でしょう、そのサポートしてるかっていうとそういうわけでもなく、まあ半分ぐらいなのか、トータルの半分ぐらいはまあ会社がサポートしてくれてるのかなっていうイメージではいますね。うん、okay. マイクにはマイクはまあフルタイムでやってるのでちょっとあの視点の違う質問したいんですけど、その日々のずっと毎日変わってる中でどうやってイシューを探したり、今日やるし今日やる、ね、取り組まなきゃいけないものっていうのをどういうふうに探したりしてるのかを聞いてみたいと思います。 So、on your everyday work contribution, how you finding the issues, which how you setting which area of the components or whatever that you need to work? Well, so GoDaddy doesn't really mind what I work on. Mm-hmm. And so it tends to be
whatever seems to need the most attention. Mm-hmm. Recently, I've been doing a little bit more project management related things. Mm-hmm. And so it's keeping up with what's going on and trying to figure out where the most attention is needed. Okay. Okay.まあ、さっきも言ったように彼は、スポンサードされているんですけども、その会社は、彼に、具体的にこの部分に手をつけてほしいとこの部分にフォーカスしてほしいということは一切求めていないそういう要求はしていないということですね。なので、その時で、一番フォーカスがアテンションがいる必要の、エリアはどこかというところを探してでそこに、コントリビュートしているということでした。で最近は結構プロジェクトマネジメント寄りなことに手をすることが多くって、ちょっとなんか、まあ、交通整理というか課題の交通整理だったり進めるとか進捗の確認だったりとかそういうようなところで必要なところに、ちょっとフォーカスしてなるべく手を、時間を割くようにしているということでした。で、逆に2人はどんなふうにイシューを探していますか。うん、そうですね、先ほどその仕事が終わった後に、まあ、コントリビュートしてるとは言ったんですけどそのコントリビュート自体はその、まあ、ブルース様にスポンサードはしていただいてるんですが特にこのイシューをやってくれとかこのプロジェクトを立ててくれとかそういった具体的なあのお話はいただかずに結構自由にさせてもらってるんですけど、まあ、毎日グーテンベルクプロジェクトに上がってくるイシューを見て何かできそうだなっていうのをタスクリストに追加しておいてで作業する時間で優先度が高そうなものからちょっと手をつけていくという状態ですけどももうタスクリストはもうだいぶ溢れちゃってて何からしていいかちょっと分からないところがあるんですけどもベストを尽くそうと何とかしています。まあ、ハモンさんはだいたいグーテンベルクの開発の部分にフォーカスしてずっと見てますよね。どうですか、ラベさん。僕は逆にあのイシューってあんまり探したことなくてどっちかっていうとやっぱ日々ワードプレスを用いた開発をしていく中であれここバグってるんじゃないのとかこんな機能あったらもうちょい便利なのになっていうのを、まあ、そういうの思いついた時に、まあ、そういうイシューは上がってないのかなと思って、まあ、探してでそういうのが全くなければ自分でイシューを作成してプルリクエストを書いたりっていうのが、うんうん僕は一番多いですかね。そうですね。なんか制作会社とかそういうところで働いている人はそういうアプローチが、まあ、僕もそうですけど同僚もそうですけどやっぱり出てくる問題やってて開発して出てくるバグ問題と見つけてなんかそれにてイシューを立てるとかチケット書くっていうのが多い。それで自分でプラグインとかを作ったりして解決することもあるんですけどもの、うん、によっては間違いなくコアが直った方が便利だったりコアが直らないとどうしようもない問題もあったりするので、うん、もうそういうのはもうで早めに見つけて3ヶ月、まあ、3ヶ月に1回ぐらいのリリースがあるのでそう早めにパッチを出しておけばこれはリリースまでに間に合うんじゃないのかみたいなことは見越してやってることが多いですかね。そうですね、意外とフルタイムでこう開発にやってる人の方があまり把握できてなかったりする時はありますね、うん、バグは。じゃあちょっと次のトピックに、行きたいんですが一つだけでもこれは聞いとこう、まずマイクに来てみようかな。そのさっき言ってたマネジメントとかで、ハンドリングしててなんかいろいろ問題というかなんかこううまく進まないとかっていうときはどうハンドリングしてるかを聞いてみたいと思うんですけど、so when you say like a management things and like this ticket, this issue and so on, and you try to if it's simple then you can maybe facilitate things much more easily. But when things happen, when things goes into very big discussion, it doesn't go on, and you got the deadline coming up and blah blah blah.How do you battle to handle that? I think it's always tricky, and it happens more often in this. So during this release in the last one, I'm one of the tech leads, and so one of the things that I try to look for is where I can help things come to a resolution like that. I think in the best case.Asking for feedback from people and helping them continue to talk
so that folks can make their own decisions on the ticket is the optimal outcome. Sorry, I'll stop. まあ、確かにそういうなかなか難しい状況というのはやっぱり出てくるもんで、特にリリースが近くなってくるとベータがとか RC がってしまい気になるとなってきて、まあ、彼は特に 6.4 はテック側、まあ、技術側のリリースリードをしてるんですね。だからまあそういうのがいろいろ出てくるんですけど、まずやることはその今イシューだったりチケットがそのトピックこうやってるところで、双方の話をいろいろ聞き出して、でどこか着地点を、その当事者だけでどこかそこの着地点につけれるようにちょっといろいろ話を聞き出して、思っていることとかつなげたりとかすることをやって、でどうにかそこに行けれるように努めてはいるという話ですね。まあでも難しいこともたくさんあるということでした。で逆にさ、浜田さんとグラブさんに聞きたいのは、特にその言語の問題というか言語の壁みたいなのがやっぱあって、思惑通りになんかこう理解してくれないとか内容を理解してくれないとか、こういうふうに、まあ、主張というかこう伝えたいんだけど全然取り合ってくれないとか、そんな時とかっていうのはどうしてますか。その日本語独特の問題、日本語独特の問題っていうわけではないんですけど、日本語独特じゃなくてもいいんだけれども、なんかうまくこう英語でのやり取りでうまくいかなかったりとかしてもどかしく感じるとか、なんかそうなってきたらどうしてますか。そうです。僕はまあ、英語もちろんちゃんと喋れませんし、英語を読むのも苦手なので、まあ、翻訳ツールを使ってイシュープルリクエスト上で書くんですけども、ちょっとうまく伝えられそうにないなと思ったら画像を貼ったり操作する動画を貼ったりするように、極力するようにしています。それはあれですよね、 GitHub でやっててやりやすくなりましたね。そうですね、 GIF 載せるのはね。ドグラペさんはどうでしょう。僕も動画が多いのと、まあ、あとは、まあ、そうですね、あとあんまりもう言葉を書くのがもうめんどくさくなったなと思ったら、テストコードを頑張って書いて、その宮内さんって方が言ってたんですけども、みんな PHP とか JavaScript はもう WordPress の中では世界共通の言語だよねって言ってたので、まあ動かしてくれ、これなら伝わるやろっていうのは結構やってたりしますね。まあ試行錯誤しながらやってるって感じですね。はい。じゃあちょっと次の話に行きたいと思います。これはちょっと今一部話してたんですけど、日本、そうですね、ちょっとちらっと浜野さんから出たんですが、日本語固有のやつが今いろいろあるとは思うんですけど、ちょっとその辺の話を日本語ざっくりと振ってしまう。日本語固有の問題。そうですね、まあ日本語は、まあ、マルチバイトなのでそこ絡みの問題というかもあるし、あとは以前あったのはあれですよね、日本語入力をやってるのが日本人しかいないので、まあ、日本人とは言いませんけど、日本在住だったら日本に話者しかいないので、それをでグーテンベルグとかコアを開発してる方々はほとんどが、もちろん、日本語入力なんかはやったことないし、日本語キーボードも見たことないし、 IME でさえインストールされてません。そういう状態なんですけれども、なんか日本語の絡みのことで苦労話、はい、いっぱいあるんですけど、まあ、そうですね、大きくて3つあると思ってて、まず1つは日本語に限らないんですけど、例えば翻訳されたことでテキストの長さが変わるのでレイアウトが崩れちゃう、意図しない折り返しが発生する、うんうん、まあ、これ日本語に限らないローカライズの問題だと思ってまして、であれなんだっけな、2点目が先ほどと IME 独特の問題、うん、で日本語って
エンターキーを押すときに文字列を確定させるためのエンターと何かアクション、例えばフォームの送信を行うためのエンターという2種類意味があるんですけども、英語にはその文字を変換するっていう考えがないので、そういう前提で作られてしまうと文字を変換してこの文字にしようって確定したときに何かアクションが走っちゃうっていう問題が起こります。はい、それが2点目で、3点目はですね、何だったかな、あれ、あの スライドありましたっけあのそうですね、確かちょっと待ってくださいね。3点目はキーボードショートカットとレイアウトと、あ、これは、これスライドの最後のこの次のページですね。これですね。あ、その前ですね。あ、ごめん。あ、これ。あ、そうです。マルチバイトでした。すみません。あ、そうですね。まあ、いわゆる平点言語っていうんですか。マルチバイトが含まれているとちゃんと保存されなかったり、意図しない挙動をしたりと、うん、いうことが起こってます。はい。これがまあ3つ大きな問題かなと思ってます。そうですね。浦部さんは何かどうでしょう。まあ、この辺は確かに、まあ、ずっとやってて、まあ、そう、あのいわゆるラテン文字と違うのは、普通は1文字打ったら1文字増えるんですけど、日本語って、まあ、複数何回も打ってようやく1文字増えるとか、まあ、これって実は日本語に限った話じゃなくて、まあ、あとは、まあ、韓国語、中国語ももちろんそうですし、まあ、あとは、結構タイとかの言語とかも、あとヘブライ語とかもそうですよね。まあ、あとちょっとこれも何かの一周で見たんですけど、あの右から左に行く文字であの言語で、ワードプレスもそれ対応してて、確かアラビア語とかもそうなんですけど、だから英語とその言葉が混じった文章っていうのが結構あるんですけど、そうなるとこう進んでこう行ってこう行ってこう行くみたいなカーソルの動きをマジでするんですよ。でもじゃあそういう、でもその時の場所の計算っていうのはどうやってやるんだみたいな話とかは、まあ、ちょいちょい見て、これどうやるのかなってのはありますね。かなりマニアックなマルチバイトの問題とは。じゃあちょっとマイクには聞いてみようと思うんですけど、まあ、彼もすごく長いこと10年間関わっているの で、で特に今は日本にも前に来たことがあって今日本に住んでいるので、こういう問題が出てくるっていうのはまあ知ってるんですよね。だからそこをどうしたらいいのかちょっと聞いてみたいと思うんですけど、 So Mike, as I'm sure you're aware of that these issues coming up from long time ago, a new one comes up and an old one stays on. What can we do, particularly from Japan, to try to improve the situation, to try to help this to be fixed? Yes, I do think it's a bit sad that there is this that there is this problem, especially since Japanese was the very first translation of WordPress. まあこういう問題が起きたのはちょっと悲しいなとは思うというのは言ってます。というのも WordPress で英語以外を使えた一番最初の言語は日本語だったんですよね。日本語が一番最初だったので、まあそういうのがずっとあるっていうのは。Yeah, I think the best thing that can happen would be or is for more people outside of Japan to continue to learn. And also, I think it's something that people, developers in Japan and community are already doing. So I think having folks like all of yourselves here and working on WordPress and testing really helps to highlight issues that people who do not use Japanese as input all the time might not find out about. まあ一つはやっぱり日本以外のところに住んでいるあのデベロッパーの方々がもうちょっとそういうイシューがそういう問題が発生するんだということをまあ認識をもうちょっと高めてもらうっていうのはもちろんそれは一つですし、あともう一つやっぱりどうしても日本側から持ち上げなきゃなかなかみんな知ることはできないので、まあ、ここにいる2人とかあとはまあこんな会場の中にもいらっしゃるかもしれないですけど、問題こういう問題が出ているとかっていうのは一周とか書いたりとか、まあ、報告したりとか誰かに教えてそしたら
開発をできる方が、まあパッチフィックスを書いたりできなくても問題として出してくれると思うのでっていう話でしたね。 And to make sure it's clear, I don't mean that it's only responsibility of people in Japan. I just think that it helps people learn because everyone that works on core should be familiar with this. で、彼が一つクリアに言いたいしたかったのは、今言ったのは、日本に住んでいる方々の責任ではない。コア側が本当はもっとちゃんとやんなきゃいけないことなんだけれども、まあでもちょっと助けなしにはなかなか難しいっていうのが現状ですね。まあ、それが不十分なのは分かってても、なんか困ってるっていう人がいないんだったら別にいいかなっていうのは、それはこれに限らず何でもありますよね。そうですね。そうですね。あの 5.0 に初めてグーテンブルクがマージされる時もありましたね。あの RC が出たところでもう日本語入力するたびに全然保存できないというか、さっき言ってたエンターを押したら消えるとか、リリース2週間前とかですね。2週間前とかです、ええ、で日本人同士何人かがあこれダメだねっていう話をして、GitHub上でガンガン言って、でも解決策はそういろいろやってる中で一番浦部さんが JavaScript できたんですけど、それでもわかんねえとかっていうのやってて、そうしたら最終的に、エラーさんっていう、まあ、海外の女性の方、まあ、さっき言ったように彼女は日本語も知らないし、OK だ、キーボードもないし IM もないんだけれども、いろいろやり取りして、まあ、こうキー解析するような、 なんかサービスとかあって、それを踏まえて、全然日本語も分かんないんだけど、結局彼女が解決、一人で解決してくれたようなもので、でその時初めてかな、こういう日本語周りでうまく何かがいかないで、リリースブロックの要因の一つにラベルがついたのが、大抵日本語パッチで何かやってくれプラグインでみたいな感じになったのが、そこで初めてブロックされたので、それが、ちょっとね出来事でしたね。はい、私あのその時すでにあのグーテンベルグというかブロックリターを用いたウェブサイトの提案もしてて、開発が動いてまして、これやらないとマジでうちの会社仕事がシャレにならないんですよねってのもうこれは冗談抜きでこれはリリースされないとうちの会社潰れちゃうよって言って頑張った覚えが、はい、ちょっとすみません、あの戻んないんでこれがそのまま話で続けてしまいます。でちょっと次のトピックに行って、自分はこれまでコントリビューターした中で一番自慢したいもの、すみません、ここに映す予定だったのが映かなくなっちゃったんですけど一番大事な時にね切れるよね、はい、こういうのって浜田さんからちょっと、はい、じゃあ口で説明いただきますと、あの自分が一番頑張ったなと思うのは、タイムトゥーリードという新しいブロックをグーテンベルク上で作ったということなんですけれども、まあ、きっかけはあの一周で、あの、まあ、何かというとこの記事を何分に読めるかを表示するブロックなんですけれども、それを作ってあったらいいんじゃないという一周が立ち上がりまして、ちょっとこれなんかなんだろう、ゲットザコンテンツとして割る100とかすれば、まあ、なんとなく出るだろうと思ってやり始めたんですけども、言語によって数える単位が文字か単語か、もしくはスペースがあるか改行があるか、絵文字があるか、クエスチョンビックリマークがあるか、そういったあらゆるケースを想定すると一筋縄ではいかないということが分かりまして、で、まあ、そのロジックはあのワードプレスコアにはもう存在していたんですけれども、それは JS で書かれていて、それはあのレンダリングするために PHP で書かなきゃいけなかったんですけれども、そこを変換するのが特に正規表現を書き換えるのがめちゃくちゃ大変でして、なんとか出来上がってあのグーテンベルグプロジェクトとしてはマージはされたんですけれども、でこれをその、まあ、実験的な状態で 6.4 にリリースしようという意思を立てたんですけれども、これちょっと待ったということで、あのユーザーにこう1分間にこの記事を何分に読めるかという情報を提供するということは一つの標準を提供しちゃう強制することになるので、コアにはふさわしくないんじゃないかという、まあ、アクセシビリティチームからの意見が強くてですね、まあ、6.4 には取り込まれませんでした。で、まあ、将来的におそらく取り込まれる可能性は低いと思うんですけれども、あのグーテンベルグプラグインを有効化すればこのブロックを使えるので、ぜひちょっと試していただければなと思います。これですね、はい、戻りました。タイムトゥリーですね、はい、ここに浜野さんがいます。はい、浦部さんは、そうですね、あ、一つはあのさっきも話に出たその日本語
その 5.0 リリース直前の日本語のその問題に対するイシューをもう延々とそのエラさんが書いたグーテンベルグのそのパッチを延々と僕がテストをなんかひたすら ZIP が送られてくるんですよ。それをひたすら僕が手元で動かして動いた、これは動かないみたいなことを多分それ結構夜中にずっとやってたってのが、まあ、一番やってて、まあ、僕の中で影響が大きかったなってのは思いますね。まあ、正直本当は自分で直したかったんですよ。そろ日本語の入力の仕方もわからない人がもうそのリモートのテストだけで直してくるから何が起こってるんだこれはってのは正直思ったかな。でそうあこれが今出てますね。これですね。うん、結構この方ですね。エネルギーのね。この人ずっと出てくるともういろんな人が動いた動かないみたいなテストをずっとしてくれるんですよね。あそうですね。こんな感じで。そう。そう確か。そうこれも結構いろいろ関連他のイシューもあって、これがリストブロックとかだともっと簡単にぶっ壊れるとか結構。あそうですね。これとか、これですね。そう。はい。結構。しばらくこれはかかりましたね。こういうのはまさしく本当動画撮らないと伝えようがない、うん、逆に言うと GitHub だとこう動画をペラッと貼れるので伝えれるようになったとも言われますね。そうですね、はい、なんか GIF アニメとかにしなくてもとりあえずあの Mac のスクリーンキャストとかで撮ったものをそのまま上げればよかったので、うんうん、そうですね。ここに日本人がバラバラと僕もここにいますけど、ガタ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 で何やかんやってどういうこと、本当に何やかんやです。わーって、うん、今日茶島さんですね、ストーンキーのね、そうか今日ワークショップやミミさんとかやってくれて、で最終的に彼女が出てきてですね、でそうですね、この辺であのマージがされて、ではい、で入りましたっていう感じで、もう一個挙げさせてもらってたのがそのグーテンベルグにくっついている、これも最初なかったんですけど、いわゆる WPM 部っていうそのドッカーベースの、ドッカーコンポーズベースの、あの開発環境ですねが、まあ、ある日突然こういうのができてきて、まあ、これなんか自分の仕事にも使えそうだなと思って、まあ、ちょっといろいろやってたんですが、なかなか僕バグフィックスとかは結構多いんですけど、なかなか新しい機能追加ってそんなに、まあ、ないんですけど、これはなんかその最初確かそう開発環境を作ったら捨てたいんですよね、簡単にっていうのを、まあ、昔 VCCW っていうのも手伝ってて、そういうのもやってた時にこれ便利やないかと思ってやったんですけど、これ最初リムーブってコマンドで確か提出したんですよね。でもこれはもっとそのニュアンスとしてもっともう消えてなくなるぐらいのことだから、これはデストロイの方がいいだろうみたいなのを、あなるほど確かにリムーブとデストロイでこんな違うんだなってのはもうすごい、なんかもうエンジニアリングというかその言語としてのすごい勉強になったなってのはすごくよく覚えてますね。マイクは、So is this right? Yes. So this is a very old one. すごく古い。Yeah. So 16年前、17年。So when I started working on it, it was already around 6 years old. Yeah. So I picked this one.So this was adding support to be able to change images with any sort of library within WordPress. It used to be that you could only use GD, and there weren't any filters or other ways to expand it to change it. And so, with another contributor, we did a lot of work to refactor most of the image functionality in core. Mm. Okay, I'll translate with just a little help, info added for the GD stuff. このまあ彼が言ってこの、チケットで、これワードプレスができて6年ぐらいの時のチケットですね。作ったのはマットですね。マットメロメクですね。その当時ですね。PHP が画像処理にするのに必要なライブラリーっていうのがあります。で、まあ、PHP の中に GD っていうライブラリがビルトインされてるんですけど、まあ、WordPress ではこの頃はこの GD しか使えなかったですね。でもうちょっと高機能なこの イメージマジックを使いたかったんで、まあ、それのサポートを
する、まあ、サポートするっていうのはあの対応するようにするっていう変更を、まあ、彼がやったっていう感じです。でここにいろいろとありますね。パッチ、この辺パッチ PHP ですね。 diff っていうのは、まああのまあ、要はパッチの類ですねがいっぱいだらだらずらずらっていっぱいありますね。 there's a many。 でこの辺 PNG とか来てるんですけど、これあの状態を見せてるのに出てくるですね。でこれはあのこっちの GitHub じゃなくてトラックっていう、もともと今でもコアの部分で使われてるんですけど、で使われてるバージョン管理システムですね。なので this is quite long。 これ結構長い。I picked this one not because it's necessarily my favorite code、うん、I probably would do things differently nowadays、but because I think it had a reasonably big impact and also it's the project that allowed me to work with sort of a larger teamwithin WordPress for the first time. And I think it was a really good learning experience. What do you mean by larger team? I think larger, more people involved? I think it was the first sort of big, like, foundational change that I had worked on. And so it required a lot of people from around the whole project to give feedback and make sure it was right. まあ、彼なぜこれを選んだかというと、まあ、必ずしも今見返すと今だったらこんな実装しないなとかっていうのは入ってるんだけど、彼の中では、こうパッチとかいろいろ書いてこう関わった中で、それまで一番大きなあの内容のものでしたと。でその大きなっていうのはある意味その いろんなワードプレスのコアのいろんな機能の中でいろんなところに関わってくるものなので、少人数だけでこのパッチいいねどうねこうねってフィードバックし合ってマージできるものではなく、まあ、なんだろう、日本の会社的に言うと関係各所にいろいろとこう問い合わせて確認して、うん、いいのこれでとかっていうのをやってようやくそれで入っていったっていうことらしく、なのでここでいろんな人がこれここ見ると結構これ長いんですけど、いろんな人がこう関わってフィードバック入れて、でマイクがパッチを書き直して、で多分キャプチャーも貼ってっていうことをこうずっとやって、うん、いっぱいあるな。あ、こんなも出てきますね。こんなも出てきますね。これはあのパフォーマンスのプロファイリングですね、 PHP のね、その、 あのことやって、であのこの何秒かかってとか遅いとかってやったんでしょうね。で長いな。で、ようやく入ったと。で、まあ、それこれ、まあ、大変は大変だと思いますけど、でも多分もしこの中に例えばサービス会社とかなんかそういうことやってらっしゃる方がいらっしゃれば、多分こういうことやると思うんですよ、社内でね。なんで、まあ、そういうことが実際にオープンソースで行われているっていう感じです。はい、もう一個用意したのあるんですけど、ちょっと質疑応答というか何か質問が皆さんからあれば、ここで受け付けたいと思います。ある方は手を挙げていただければマイクが走っていきます。マイクが走りというか、はい、じゃあちょっと考えてもらってる間にもう一個、 So while we wait for people to think about it, we go one moreTopic that we had here. So, その間にじゃあ1個入れますね。まあ、用意した最後。ですね、最後はこれですね。もうやりたくないと思った時はありますか？その時どうモチベーションを保ちましたかってやつですね。浜野さんから。まあ、この中で一番短いですね。一番最近ですよね。かかったかな。やり始めたのは。まあ、そう、今はまあ楽しくてしょうがないので、やりたくないと思ったことは多分ないと思います。よかった。幸いにも、はい、幸いにも。じゃあもうちょっと歴が長い。いや、僕はめちゃくちゃありますけどね。まあ単純に仕事で他のそのワードプレス全く関係ない仕事とかもやってたりするので、そっちが面白くなってたりする時とか、まあ単純に自分が忙しいとか、そのパソコン見るのも嫌になってる時とかはめちゃめちゃあるんですけど、結構そうですね、でも、まあ
今年今あのワードキャンプ東京4年ぶりですけど、毎年例年、まあ、年に1回東京があって、年に1回関西だから、年に2回ワードキャンプが日本だと行われてたりしてとか、あとその他の地方のミートアップとかに参加して、なんかみんなと喋って酒飲んでたら、ああまあワードプレス、あ楽しいな、やるかみたいな結構楽しそうにワードプレスの話をしてる集まりに、なんか行ってなんかやろっかなみたいな気持ちになってるが多いですかね、僕は正直一番、うん、マイクはどうですか？ So, are there times when you don't want to contribute anymore? And how, well, obviously you're still doing it. How do you put your motivation keeping getting up?So I have definitely had this happen before. Yeah. I think that the things that bother me the most is when contributors do a lot of very hard work, especially if they are volunteers, and that effort is not respected.Mm-hmm. I think, yeah. まあそういうなる時で一番多いかなと思うのはコントリビュートしてる人、特に、ボランティアでフルタイムじゃなくてボランティアでコントリビューする時にすごく頑張って何か、まあ、パッチ送ったり何か一周書いたりばっかりしたんだけど、何もリスペクトがされない時っていうのがやっぱ一番もうやりたくないなって思う時かなって思ってますね。Yes, I think both. It's important to sponsor more people, but that's not the only solution. I think it is important to sponsor more people, and I think that everyone's time, that if they take the time to spend working on WordPress instead of something else, it should be clear that that's very important. まあ、それに対しての解決策というか、まあまあ、今、まあ彼はフルタイムでスポンサーされてるんですけど、そう、まあ、スポンサーされる人を増やす、別にフルタイムじゃなくてもいいんで、浦部さんのように一応週3時間という感じでも、そういう人たちをまあ増やす、っていう、まあまあ、なので増やした方がいいという、まあ、認識を持つということと、まあ、そもそもそういう認識を持つためには、まあ、もうちょっとまあ、関わるワードプレス使ってワードプレスの、まあ、多分一周変えたりとかそういうコントリビューションをちょっとずつでもなんかやるっていう人たちをやっぱちょっとずつでもいいから増やしていかないとなっていう話ですね。なんかどうモチベーションを保ったというのはもう出てこないんですけど。okay. そうですね、まあ僕は行動でやるときもあるんですけれども、まあ、行動はそうですね、やりたくないと思うときはないですね。まあモチベーション、むしろワードキャンプとかの方に関わったことが多かったんで、そっちはやりたくないなと思ったときは何度もありますけど、まあでもある意味、それはイベントとかのコミュニティ側のコントリビューションっていう範囲もありつつ、コード側でのコントリビューションっていう範囲もあるので、いやちょっと今もうコードにフォーカスしたいんだっていうときはコード以外のことはしないです。身を、まあ、向かずにコード側のことをやるっていうのもありますね。そろそろ終わりなんですけど、質問がある方、何でもいいですよ。別に噛みつかないですよこのお三方は。あ、参考になる話ありがとうございました。グーテンベルグについてワードプレスの一部であるというお話が印象深かったんですが、まあ、他の CMS 例えばドゥルーパルとかでも使えるとは思うんですが、そちらのコミュニティからの、まあ、参加貢献などはどうなってますか？お二人は何か知ってます？僕はまだ知らないです、はい、個人的には。So Mike, I was wondering if you know. The question was about, so
in our this topic, there was saying that Gutenberg is part of the core, but there are, as he mentioned, which is right, the Gutenberg can be used outside of WordPress, for example, Drupal. Have there been any contribution from that kind of that part of the community, like community that would be outside WordPress that uses were from the Drupal community, for example? For example, yeah. I'm not sure. I think so. Mm. I don't know. 何かあるかもしれないです。マイクも、バグがそっちの方のコミュニティからバグレポートが来たのは見たことがあるので、そういう点も含めてコントリビューションがあるかないかというのは、まあ、ありました。だ そこから先はどんなふうに展開したかとかどんなふうにやるのかっていうところまではちょっとまだ追い切れてない感じです。はい、ありがとうございます。わざわざマットがメンションした時もありますね、なんかのイベントで。はい、あと もう一方手が上がってたと思うんですが、前です。すみません。ありがとうございます。ちょっと一つお聞きしたいのが、もし今日はもちろんワードプレスの話なんですけれども、他の CMS なり他のウェブサービスを見ていて、これは取り入れたい、真似したいと思ったものっていうのはあるかっていうところですね。あともう一つちょっとこれはもしお答えが難しければ構わないんですけれども、ちょっとコントリビューター、貢献者を増やしたいっていうお話はお三方から何回も出ているんですけれども、もう一つこうスポンサーを増やしたい、お金をこうオープンソースコミュニティに持っていきたいというところで、何かご意見なりお考えがあればお聞きしたいなと思います。じゃあ一つ目の方、他の CMS だったり、他の CMS から何か持ってきたい、何かありますかって。そうですね、ちょっとすぐに具体的な例は思い浮かばないんですけども、個人的にプラグインを作ったりするときもそうですし、特にユーザーインターフェース面で例えばこの CMS のこのボタンがいい感じだとか、このインタラクションがいい感じだとか、そういうのは参考にすることはたまにあります。はい、Mike, so the question was, what part of the question was, is there anything else that you see in other CMSs or something that you would like to bring into WordPress? Well, not, as not like literally, like right but now, like... Have we done it in the past? No, like now in, so... I think it would be interesting, yeah. Yes. I think there have been a few different projects that I've been a part of where, as part of the sort of user experience and design research, we'll go around and check other CMSs and in general other platforms to see how it's done, how things are done, so that we can learn from it. One example was a lot of research that has gone into image management and editing flows and things like that. But there are a lot of other ones too. That's already went in. Some of it has gone in, and some of it was research that did not. WordPress のコアも他の CMS がどんな風に作ったりとかどんなのはいつもチェックしてるって変だけど、なんか確認したりとか調べたりはしてて、すでに浜野さんから出たみたいに UI のボタンとかもあるんですけど、マイクから出たのは例えば画像の今ワードプレスの中とメディアっていうところに入ってると思うんですけど、あの辺のマネジメント周りっていうのはいろいろかなり調べて、で、その結果一部入って、改善されてっていうのがあります。で、全部も入れられてないんだけど一部入ってっていうのはありますね。はい、で I think our the design team for Gutenberg also did like for the base of Gutenberg did a ton of research aroundCMSs and in general editing text around sort of what existed to try and figure out. で、特にグーテンベルグの
チームに関しては編集、投稿編集とかの周りとかっていうのはかなり他の CMS とか CMS だけじゃなくていろんなサービスとかも調べまくって、で今のああいう形になってきてるっていう話でした。時間あるかな、ないかな。もう一個あったのがあれですね、スポンサードされている方をどうやって増やすのか、なんかご意見。スポンサーされている方を増やす、難しいですけど、とりあえずなんか日本で1社ぐらいフルタイムのワードプレスのコントリビューターを雇う会社とか、そろそろ出てきてもいいのかなとは思いますね。やっぱ、マイクとかもそうですけど、海外とかにはそういう、まあ、そんなに めちゃめちゃ多いわけじゃないですけど、やっぱ4年ぶりのイベントでやってこんだけこういう話で、ね、聞いてくれる人がいるんだったらっていうのは、そうですね、そうワードプレスコミュニティにお金をというよりは、その何でしょう、やっぱその人のなんかボランティアとかってなかなかやっぱ継続が難しかったりとか、それこそ今日なんかその結婚して子供ができて、そっちの方がそれは大切じゃないですか、それで時間が取れなくなったみたいな話もやっぱ最近よく聞いてて、なんかだからこんなにモチベーションは本人あるのに、なんとかこれは単純に仕事にできないのかなってのはすごい思うところで、まあ、ちょっとうちの会社でもいろいろちょっと試しながらそういうのはやってたりするんですけど、って感じですね。はい、って感じでしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとすみません、時間オーバーしてしまったので、ここで終わりにしたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。